東京アムアムワールドアムアムじゃーん、あたしの土地です。すいません、お外で BBQ なんかしちゃおうかなって思いまして。最高。今日はこちら、バーパワートゥーザピーポー、コストコで買ってきたバカ肉です。これをね、今日はロースビーフにしたいと思います。スタート。東京アムアムワールドということで、まずは肉を準備するぜ。この肉をな、ビニール袋、いや、ゴミ袋に入れる。いや、ビニール袋って言ってください。マジすげえ。これをこうだ。入れた。で、ここに調味料をバンバン入れてく。醤油、もうこんぐらい豪快でいいってことっすね。もうワイルドおじさん。え、おばさん、ややこしいな、なんか。で、唐辛子も入れちゃう。唐辛子、ちょっとね、ピリ辛、熱いしね。おろしニンニク、イエーイ。こじゃれた感じでローリエもあったのよ。一応持ってきた。こじゃれてるから入れちゃうよ。香りを2枚ぐらい。ソルティ、まあ醤油あるからね。ソルティ、ブラペ、これはもう感覚、感覚、まあ外だし皮の横だし、そうある程度で。マーマレード、これでね、甘みを足してあげる。なんでかって言ったら、ちょっと蜂蜜買ったらちょっと高いなと思ったから、安いマーマレードでいくよ。これで代用効くんすね。効くよ、これがまたうまいよね。オレンジのさ、風味がついて。玉ねぎのみじん切りを家で仕込んできました。よく混ぜてあげる。うわうわ、これを、うん、もう家でやってきて、これで本当は30分つけます。本当は1日ぐらいつけた方がいいけど、前日にそれをやっとけば、やっとけばもう味が染みて、ただ持ってくるだけでいいんだ。そう、だから一旦これ味染みさせます。さあ、ということで3、40分ほど漬け込み中の漬け込み。うわっこれを網にビース。炭火だ、炭火。あ、めちゃめちゃいい香り。ローストビーフ、タレあるじゃん。はい、うん、ああ、え、ローストビーストのローストビーストタレを、ちょっとね、これ生肉入ってたからさ、やっぱ火にかけないと。あ、少し殺菌的な。そう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 、ローストビーストローストビーフ。そしたらこれで焼くぜ。うわー、やば。試しに一回返します。いくよ。あんまいないよな、このもうこれだけ持ってくるやつら。うわー、マヨ。じゃあもう切っちゃいますよ。切れんの？うわ。え。うまそう。ほら、うまそう。やべ、やばい。テンション上がってる人、はーい、はい。もう切りながら食べてくから。3、はい、いただき、あん、うわー、うまそう。じゃーん、食べまーす。うん、あー、うまい。うわー、うまい。うまい。え、めっちゃうまい。うん、めちゃめちゃうまい。油がもう、油がすごい。うん、うまー。あー、炭火だわ。漬け込んだソースとかもね、つけていいから。うん、あ、うまっ。でも十分味ついてるよ、もう。うん、うまっ、やつ、うまっ。 あ、うまっ。うん、めっちゃうまい。
めっちゃうまい。ほんのちょっとピリッと。マーマレードジャムだし。うん。なんか酸味というか。酸味。うん。うまっ。甘くて。目分量だけど上手くない私。すごい。確かに。完全目分量。完全に。この焼き加減ちょうどよかった。うん、マスタードいきますよ。うまい。もううまい。もううまいって感じだ。うん。あーうまっ。うまい、うんうん、もううまいよね、もううまい。え、あっかんべえ。どっちかじゃん、限界まで来てるか。まだまだ余裕があるから、もうどっちかだ。いい形だ。うわー、やりづれ残った。短い。これでもやっぱ進むね。これいいね、やっぱ、うん、これでも適当だけどだいぶうまいよ、うん、ラストいきます。いやいや。いや、まだまだ、まだまだあるか。まだまだ顎が上がんない。25食いたいのか食べてくる。おもおも、おもおも、せーの。うわ、やべえ。やべえの来た。うん、あ、うまい、あ、うまい。うめえ。いや、味付け最高です、我ながら。どんどんなんか、うん、味が染み込んでる感じがする。確かに、うん、せーの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 。結構かここへ。そうだね、うん、あ、あれこれもカメラ待って待てよ、カマに来る。疲れてきた。バイト力がもうないわ。バイト。噛みつくのバイト。あとは二人でどう。わあ、わあ、わあ、わあ。だだだだだ。負けないこと、投げ出さないこと、逃げ出さないこと、信じ抜くこと、ダメになりそうな時、それが一番大事。負けないこと、投げ出さないこと、逃げ出さないこと、信じ抜くこと、ダメになりそうな時、それが一番大事。1分ぐらい噛んだけど無理だった。ビーだ。言えてるよ。ああでもうまい。もういいな。もう傍観者じゃん。一つの後ろの真横これ並んでるんですよ。隣にいます。スタミナでかいでしょう。こうやったらよくわかると思う、スタミナのでかさ。みなさん、みなでかいね。でかいな。休むな。まだヤジ飛んでるわ。おー、休むな。
張れ、休むな、水飲みすぎんなよ、お前それでいいのか、うっせえな、よし、ラスト、浴びた？最後。ああ、食った。完食。よし。やばい。食べ終わりました。食った。お前もうエンディングにガム噛んでんじゃねえよ。今です。東京ダイナマイト。笑っちゃった。いやーでも食べきりました。食べきった。完璧ですね。完璧です。結構もう量あった。最後の方はきつかったですけど味は最高だったよね、うん、おいもう締めてんだ今。何締めてるのにお前ガム噛んでんだよ。ミノル、ミノかよミノかよ、ミノかよ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ぜひね、あのコストコのね肉バーベキューおすすめです。大盛り上がり、これは見た目で、うん、味で。ただ14人からです。からです。から、14人からのやつでした。14人から7、80人までいきます。本当に別に食べない人がいてもいいし、そんぐらいのボリューム。ぜひ皆さんもコストコで買ってみてください。はい、チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。バイバーイ。